シャーロック・ホームズシリーズ、ジェームズ・モリアーティ・ジェームズ・モリアーティ教授は、アーサー・コナン・ドイルの推理小説、シャーロック・ホームズシリーズに登場する架空の人物。21歳にして素晴らしい科学論文を書くほどの高い知的能力を持った元数学教授という表の、顔と、ロンドンに暗躍する悪党一味の投領として、基地を振るい、狙った獲物は必ず仕留める犯罪者という裏の顔の二つを、 合わせ持つ。シャーロック・ホームズがモリアーティを表して曰く、彼は犯罪界のナポレオンだよ、ワトソン君。この大都会の半分の悪事、ほぼすべての迷宮入り事件が彼の手によるものだ。21歳にして二項定理に関する数学論文を発表し、地方の小さな大学に数学教授の職を得て、小惑星の力学という論文を発表するなど、その才を発揮したが、 同時に、犯罪者としての才も発揮し、それによって、職を追われ、ロンドンで教師となった。教師の仕事は、モリアーティにとって、格好の隠れ身のだった。モリアーティはその天才的な頭脳を駆使して、犯罪組織を立ち上げ、自ら手を出すことなく、手下に計画を授けることでその目的を遂げてきた。ホームズは、モリアーティの要望についてこう述べている。 彼はすこぶる背が高く痩せていて、白くカーブを描く突き出た額を持ち、深くくぼんだ目をしている。髭は綺麗に剃られ、青白く苦行者のようであり、顔立ちにおよそ教授らしきものを漂わせている。彼の背は長年の研究から曲がり、顔は前へ突き出て、爬虫類のように奇妙に、いつでもゆらゆらと左右に動いている。モリアーティの人脈は多岐にわたる。 作品内に登場した部下としては、ポーロク、セバスチャン・モラン大佐、フォン、ヘルダーの3人がいる。彼らはモリアーティに、情報や殺人技量、武器などをそれぞれ提供する。情報網は緻密で、ホームズはそれを称して、千本もの糸を張り出したくもの、巣の真ん中に動かないで座っているようと言っている。その情報をもってモリアーティは、判断をし、作戦を与えるのである。 計画立案の見事さたるや、狙った獲物は必ず逃さないほどで、また、組織の巨大さにより計画が失敗しても、中心部にいるモリアーティラには全く権威も、かからなかった。その際を発揮している例が、恐怖の谷のジョン・ダングラスの殺害である。モリアーティは、アメリカから渡ってきた復讐者に案を授けて、実行させるが、それが失敗したのを見ると、またもや逃亡するジョン・ダングラスを、 自らの手下に暗殺させた。この事件は、モリアーティの手下の一人である、ポーロックが、ホームズに、殺人計画を手紙で告発しているが、この事件においても、モリアーティは、ホームズ以外の人物から権威をかけられることはなかった。モリアーティ教授が初登場する、最後の事件では、彼のファーストネームは明かされない。しかし、教授の兄弟であるジェームズ・モリアーティ大佐が教授の、 名誉を回復しようと投票したことが、ワトソンが事件について語るきっかけになったと言及されている。後に、空き家の冒険で、ホームズが教授を、ジェームズ・モリアーティ教授と呼ぶ。教授のファーストネームが言及されたのは、作中でこの一度だけであり、奇妙にも大佐と同盟である。恐怖の谷では、ホームズの口から、教授の弟は、イングランド西部で液潮をしていると語られる。 駅長の弟に関しては、原文で、ヒズヤンガー・ブラザーとあり弟であることが明らかだが、大佐に関しては、ヒズ・ブラザーという記述があるのみで、兄なのか弟なのかは不明である。日本語版では、役者により、兄弟と解釈が分かれ、上下の区別をつけず、兄弟と訳している場合もある。教授と大佐が同盟のため、ジェームズ・モリアーティというのは、 複合性ではないかと考えられている。モリアーティの最後、シドニー・パジェットが、ストランドマガジン掲載のサシエマイ人間の、ライヘンバッハの滝のそばにある、ホームズとモリアーティの戦いの記念碑モリアーティはもともと、ドイルが、シャーロック・ホームズを終わらせるために作り上げた、人物である。そのため、ホームズと同等の知能を持たされた。二人は、自らの運命を託して、勝負をし、 大方は、ホームズの勝利に終わるが、しかし二人ともライヘンバッハの滝で命を落とす、と、最後の事件で書かれた。しかし、ホームズの復活を望む読者の声に押されて書かれた、空き家の冒険でホームズは生きていたことにされ、モリアーティ教授の片腕を務めていた、セバスチャン・モラン大佐と対決する。モリアーティが、ライヘンバッハの滝に転落死した後、モリアーティの部下が、 ホームズの復活と共に駆逐される。この点において、モリアーティは完敗である。そして、ホームズは、空き家の冒険の自作、ノーウッドの建築業者の冒頭で、モリアーティを失って以来、この街はつまらなくなったと述べている。後に書かれた、長編、恐怖の谷においては、モリアーティは、ホームズと間接的に対決し、勝利を収めるが、これは、 最後の事件に臨む前の対決である。モリアーティは、ドイルの母親であるメアリのスペルをもじって作り出した人物だと言われるが、ドイルは実在したドイツ出身のユダヤ系アメリカ人で、ニューヨークとロンドンをまたいだ犯罪ネットワークを築いて、犯罪界のナポレオンと呼ばれた、アダム・アースをモデルにしたと述べている。モリアーティの登場は、言及も含めての登場は6作品に、 止まるが、ウィリアム・ジレットが脚色した舞台で出番を増やすなどした、ことで、ライバルキャラクターとして人気が確立していった。モリア・アーティがその後のフィクションに与えた影響は大きい。一匹狼の名探偵を組織力で圧倒する、悪の権力者、正体を表さず、自らは手を汚さない、犯罪立案者というキャラクターは、アルセーヌルパンのような、偽狂心ある回答とは一線を隠す。 完全なる悪として君臨し続けることになるのである。ありがとうございます。